僕はずっと文系だったんですけど、アメリカでさらに英語で数学をやるというのがとても大変でした。今年の秋から UCLA は対面が基本的になります。留学を決めた理由は2つあって、1つが高校の時に留学したんです。その時にやっぱりアメリカのカルチャーとか、そのアメリカの学校のシステムとかにすごいいいなと思って決めました。で、2つ目はトフルにいた先輩に憧れて、その人もアメリカの大学に行ったんですけど、その人みたいになりたくてアメリカの大学に進みました。留学行く前のトーフルのスコアは70点でした。で、英検は2級持って、学校の成績は上位5位に入るぐらいでした。正直めちゃくちゃ苦労しました。で、全然足りてなくて、実際に現地行っても教授の言ってることもさっぱり最初の学期は分からず、もうただがむしゃらにとりあえずひたすら勉強してました。はい、楽しみだったことはアメリカに憧れていたので、アメリカのライフスタイルを味わえるということがとても楽しみでした。で、不安要素は正直特にありませんでした。アメリカ留学に行ったした理由が UCLA に編入したいということだったので、 OCC は、オレンジカウンティの中でも UC に編入している率がトップだったので、オレンジコーストカレッジ OCC に選びました。その中でもこのプログラムを選んだ理由は、やっぱり確実にとまではいきませんけど、行ける確率がとても高いという実績があったので、このプログラムを選びました。面白かった授業はサーフィンの授業です。サーフィンの授業は毎朝8時に、ビーチ集合ビーチ解散っていう授業で、それをきっかけにサーフィンにとてもハマりました。一番大変だった授業は統計学で、僕はずっと文系だったんですけど、やっぱりそこでアメリカでさらに英語で数学をやるっていうのがとても大変でした。現地スタッフの方には、まあ、エッセイ添削はもちろんなんですけど、僕は数学が苦手だったので、数学のサポートをしてくれたのがとても助かりました。で、当時まさか受かるとは思ってなかったので、その実際にホームページで見た時はもう正直信じられなかったので嬉しかったです。今年の秋から UCLA は対面が基本的になります。ただその中でも何個かオンラインの授業もあります。 UCLA の授業は、基本的にもう全部大変でした。その中でもやっぱりグループワークとかが増えてくるので、そのグループワークを進めていく中で友達と仲良くなれることはとても良かったです。勉強面で言えば UCLA は課題の量がもう倍以上になったので、まず自分の時間がもうほぼ取れなくなってしまいました。生活面は課題が多くて自分の時間取れないんですけど、その中でも寮に入っているので、その分寮で一緒の友達だとか、そういう友達の面ではカレッジよりも充実していると思います。残り1年、まず卒業をするということはもちろん、それ以外にも残り少ない学生生活を思い切り楽しみたいと思っています。留学はとても大変ですが、それ以上に得られるものはとても大きいと思うので、ぜひチャレンジしてみてください。